オタホの秘密基地復元開始。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタホです。今日組むゾイドはこれだ。カブトムシ型のカブターとサソリ型のスコーピアだ。おー、この2つ作ればね、ゾイドワイルドの第1弾の6体が揃います。ゾイドワイルドのレビュー、今回で5回目。今までのゾイドとどう違うかというと、これは電池で動くやつで、今回のやつはゼンマイ式なんだよね。だから箱がそんなに大きくないです。ちょっと小さい。だからね、これ2個同時に作れるかなということで、同時にレビューします。順番に見ていこう。03カブトムシ型のやつだね。おー、このさ、僕が小さい頃もゼンマイ式のやつあったんだよね。なんていうかな、キー、なんていうかな、キーっていう独特な音がするんだよね。電池とはまた違う、こう動かしてて楽しいんだよ。俺小さい時何組んだっけな。で、このゼンマイ式っていうのは一回り小さかったね。おー、今回のゾイドワイルドで初めて作るから、とってもワクワクします。基本的には作り方は大体同じですね。キットがそのまま袋にあって、組み立てるとカブトムシになって、さらにワイルドブラスト。あ、これもワイルドブラストあるんだね。あ、結構大きく変わっています。おー、これね、すごい個人的に楽しみなんだよね。次がサソリ型のスコーピア。おー、これもワイルドブラストがあります。こんな感じ。このワイルドブラストはどういう感じなんだろうね。おー。今日もね、黙々と作っていきます。あっけーろ、あっけーろ。カッターナイフを、カッターナイフを使うときは気をつけてね。両方開けちゃおう。まずはカブターから。いくよ。せーの。じゃーん。中身を取り出しました。これが動力ユニットとなるゼンマイリンクユニット。キーっていうのかな？独特な音がする。これが心臓だね。A。これがいわゆる骨のパーツ。これ少ないね。で、B がアーマーのパーツ。おー、色味綺麗。全体のそのキットっていうのはこんな感じだね。もうパッと見てわかる通り少なめです。復元の書は2枚構成になっていて、1枚目の方には組み立てる前の、じっくりと細かい説明があって、後ろは発掘見取り図。大きくパーツが書いてあります。この大きな絵を見るに、まあ、初めて組む人とか、ちびっこに、わかりやすく説明しているんだなということが伺えます。だから結構入門にいいかもね。袋を開けて発掘、復元スタートだ。組み立てていきます。電池で動くやつに比べればもうかなり簡単ですね。もう裏面のここで、骨格形態の復元完了。アーマーパーツを取り付けて、もうこれで完成です。ワイルドブラスト。おお。今日はね、2個一気に作るからね。さあ次、スコーピア。これも開けよう。いくよ。せーの。復元の書。キットのボリュームっていうのはこんな感じです。まあ、カブターと大体同じくらいだね。早速どんどん組んでいこう。今日も黙々パチパチ組でいいかい？それでは行くぜ。復元開始。
これで両方とも組み立て完了だ。おー、できたー。これまず驚いたのが、箱を開けた時意外とパーツが少ないって言ったんだけど、組み応えがありました。両方とも組むの楽しかったな。順番に見ていこう。まずはスコーピア、この色がいいよね。後で比較するギルラプターと同じ赤の成型色です。目は塗装されたメタリックブルー、それからゴムキャップは両方ともクリアグリーンです。これがとっても綺麗で、あと感動したのはこれね。このパーツがこのゼンマイ、あ、そうそうそう、キーとかチーじゃなくて、ゼンマイのおもちゃって言えばこうしっくりくるよね。こんな風に動かすときはもう行かないっていうところまでしっかり止めて、で、これをこう使わないときはここにマウントできるっていうのがいいよね。行くよ、せーの。おこの可愛らしさよ。こうチー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 言いながら、このね、ハサミと足が動きます。で、このゼンマイ式だから、頑張れ頑張れ。こんな感じで止まります。このスコーピアはね、動きがとにかく可愛い。こっちから見てみようか。こういう風になってんだよね。これだけでもずっと眺めてられる。あー、かわいい。昔のゼンマイ式のゾイドのやつは、ここに回すつまみがついてたんだよね。これがちゃんと取れるっていうのが、なんか僕はいいなと思いました。すごく進化を感じる。ちょっともう一回。動きはね、こう前に出るのは結構ゆっくり。でね、僕のやつ微妙に右に曲がっていくかな。そういう特徴があるのかな。かわいいです。頑張れ頑張れ。止まった。スコーピアはこんな感じ。さあ、次、カブター。カブトムシ型だからカブターだね。これはね、2番目に作ったからっていうのもあるのかもしれないんだけど、割とサクッとできたかな。スコーピアの方が組み立てに少し時間がかかったように思う。この成型色のブルーグリーンはガノンタスよりも少し濃いめの色ですね。これもいいんだ。ゼンマイはここにあります。こういうのじゃなくて直接。これをちょっとどのぐらい回すかお見せしよう。ある程度回りきるとストップがかかります。まだ回る。うん。ここまで。で、これね、面白いよ。いくよ、せーの。早いんだよね。動きが可愛いし、早い。こう動きがダイナミックなんです。これも止まりそう。頑張れ。頑張れ。止まった。これは足が動きながら、ちょっとわかりづらいんだけど、角も動いてるんです。上下に動いています。これ、これの動きも可愛いんだな。両方を競争させてみよう。よーい。ドン!あ、やっぱね、カブタ早いんだよね。あ、これは左の方に行ってる。はぁ。スコーピア動きちょっとゆっくりなんだよね。頑張れ。こんな感じ。これの分かりやすい大きさ比較、ロボット魂のガンダム。まあ、人型と一緒に並べるとこんな感じで、まあ、大体同じぐらいのサイズ。トランスフォーマーで言うとスカウトクラス。これはシャープネルと言うんだけど、まあ、なんていうのかな、これも虫だから、なんていうのかな、こう、一緒に並べるといい感じの大きさ。だからま、大体トランスフォーマーで言うとスカウトクラスです。なんかこの並びいいね。色味的にもなんか合ってる。さあ、それではワイルドブラスト。これはギアとの連動ギミックはありません。ここ。このロックを外して前に出す。行き切るところまで前に出して、今度はここ。これを展開する。判定側も同様。ここだね。こういう感じ。これで本能解放。ワイルドブラスト。このようになるわけです。
ゼンマイとの連動ギミックはないものの、見た目に迫力が増しました。さあ、次。カブタ。これは連動ギミックがあります。まずここを開いて、この角を展開。そしたら、ここを伸ばす。で、閉じると。で、ここに突起があって、ここにもギアがあって、ここの上に置くようにね、感じ。そうすると、ちょっと浮きます。で、ここを展開すると、これがワイルドブラスト。で、これを置くと、ここも動くんだよね。これはね、素晴らしい。このワイルドブラストのギミックは面白いわ。こう、角がこうやって動くわけです。頑張れ!見切れるまで頑張れ!ちょっと刺激を与えるとね、動きます。両方とも可愛らしさがあるんだけど、これはなんていうのかな、実物のカブトムシっぽい大きさで、なんだろうな、可愛いという言葉がなんかこう、僕はしっくりきます。それから、それぞれのパイロットフィギュアを乗せる部分はここ。スコーピアはここ。この2体のサイズは小さいながらも、他のゾイドワイルドとスケールは同じ。今までのゾイドワイルドに比べてパッと見て、パイロットフィギュアが大きく見えます。さあ、そして最後。電池で動く。他のゾイドワイルド。ワイルドライガーにギルラプター。ガノンタスにガブリゲーター。全部を一気に並べると、こんな感じだ!おー!これで第1弾の6体が全部揃いました。いやー、壮観だね。今後も、どんどん新しいのが発売されるようですね。大きさもね、ここにあるやつよりもっとでかいのが発売されます。1個単体でもよし。なんだけど、こう複数あるとね、本当にたまらないものがあります。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のゾイドワイルド。カブターとスコーピアのレビューいかがだったでしょうか?さっきも言った通り、これらは小さいんだけども、パーツがそこそこあって、組み応えがあり、初めてゾイドワイルドを組むなっていう人にね、本当に強くおすすめします。大きいのがあったり、小さいのがあったりっていう、スケール感が出ていいですね。組み応えとしては僕は体感的にスコーピアの方が、時間はかかった。これが20分ぐらい。カブタの方は2番目に作ったからっていうのもあるんだけど、割とね、サクッとできたかな。スコーピアは動きが可愛くて、見てるだけで癒される。一方でワイルドブラストのギアによる連動ギミックはなし。で、カブタはあっという間に組んじゃうところが、良くもあり、ちょっと寂しくもあり。なんだけど、これは動きがね、早くて、あとはなんていうのかな。動きが全体的にダイナミックなんだよね。両方ともね、ちゃんと特徴があっていいなと思いました。僕個人的には両方強くお勧めします。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。俺もゾイドワイルドが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おー、たまー。これなかなか良かったね、とか。もうそろそろ第2弾のやつも出るね、とか。あー、僕もこれ、なんかどっちか組んでみようかな、とか。他にも、今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。今日対決するの忘れた。これで対決でお別れしよう。どっちが勝つかな?よーい、ドン!頑張れー!あ、これなんか、いい感じの対決になるね。このチーチー言う音いいわー。あ、止まってる。またねー。これはね、勝負の引き分け。ドロー引き分け。